地に怪我人がいるよ。周囲に残された痕跡からして一般人は殺されていないようだ。泉州は脅威と戦うための兵士だけを残して他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは一体。気をつけろ。見たことのない生物だ。天雲様、お下がりください。すみません、お三方、ご助力ください。ありがとうございます。英雄、美女を救うですね。それってうちらが言うセリフじゃない？普通自分で美女って言う？好きだらけ。泣いてよ、ここへ。悪い気分。おやすみ。勇気を出さなきゃ。殲滅開始。大事な。宝剣たち行け。剣、飛燕のごとし。隙だらけだ。お薬の時間よ。かたじけない。隠れろ。クラーラから離れる。クラーラもみんな助けてくれる。受け止めきれるから。前ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。宝剣たち行け。忘れません。満剣天雷。帝雲様、魔音の実はすでに消えました。しかし付近にはどんな危険が潜んでいるか分かりません。状況は楽観できないかと。早く天白市に戻りましょう。はいはい、分かっていますよ。でも恩人方にまだ感謝を伝えておりません。立ち去るのは失礼じゃないですか。私はラフ天白氏の商談の帝雲です。皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうか。尊名ってさすがに大げさでしょう。うちは美月なのか、この人は妖おじちゃんじゃなくてベルト妖さん、それからこっちは。なるほど、お助けいただきありがとうございました。でも聖査会は全面封鎖されているはず。泉州のものではない皆様がここで何をされているのですか。納得できる説明がない場合、こちらの怖い運気軍の方々にエスコートされることになりますが。俺たちはずっとこちらの空港に停泊したいと呼びかけていたんだ。最初は何の反応もなかったんだが、突然誰かが玉開門を開けてくれてな。泉州に降り立った後は人を見かけなかったから、誰かいないかとここまで来たところだ。ありえません。私の船が最後に入港した後、玉開門は閉じられ、天白氏は聖査会を完全に封鎖しました。俺は嘘は言っていない。玉開門の開閉記録を確認すればわかるだろう。門を開けた人が何も言わなかったから、俺たちも訳がわからないんだ。皆様は請求列車の？俺たちを知っているのか？もちろん知っています。皆様は訪れる時期を誤りましたね。今泉州では予想外のことが起き、お客様をもてなすことができません。それどころか観光も治療もビジネスも
何もできない状況です。安全を考慮して皆様は早急に聖査会の中枢に避難した方がいいでしょう。天白氏のトップである玉空様のもとに案内し、判断は彼女に任せようと思います。先週で起きたことについて俺たちも少しは把握している。テウンさん、俺たちは先週にある性格の封印を手伝うために来たんだ。助けていただいた時から皆様は善人だと思っておりました。しかし私にはどうにもできません。皆様は部外者です。玉空様の許可がない限り誰も好き勝手にはできません。ですが心配なさらないでください。玉空様はお優しい方ですので、ついてきてください。さっきのモンスターたちは？彼らはモンスターじゃない。ん？急に立ち止まってどうしたの？少し皆様に手伝ってほしいことがあります。え？手伝う？うちはやらないからね。気をつけないとすぐに運気軍のお兄さんがうちらを取り押さえるんでしょ。ああ、さっきのは私の失言です。本気にしないでください。ほら、この先の道が塞がれていますでしょ。おそらく駐屯していた兵士がコンテナを集めてバリケードにしたみたいです。ご冗談を。こんな大きなコンテナ、ここにいる全員で押しても動きませんよ。皆様の力を甘く見ているわけではありません。ただ何かの拍子でぎっくり腰にでもなられたら悔やんでも悔やみきれませんから。私の記憶が正しければ気玉棒のコンテナは操作台を使って移動させることができます。皆様が操作台を見つけて操作してくれれば私たちは先に進めます。どうです？簡単でしょ。やはりこのような障害、皆様にとってはなんてことはないのですね。ここさえ抜ければ聖査会にある船に乗れます。安全な場所につけばコソコソする必要はなくなりますよ。そういえばあんたいろいろ言ってる割に結局は恩をあだで返してるよね。うちらはあんたを助けたのに兵を使ってうちらを捕まえてるし、ヨウおじちゃんが交渉上手でよかったよ。それは誤解ですよ。私にはどう。先ほど言っていた計画ですが。君は先週の天白氏に所属している。性格の脅威については知っているはずだ。あ、はい。私はいろんな星に行っているので性格の侵食による惨状も数多く見てきました。みんな構えるんだ。うちに任せて。ちょっとした小細工さ。強者から学ばないと。剣飛燕のごとし。勇気を出さなきゃ。殲滅開始。お薬の
時間よ。ありがとう、クラーラ。隠れろ。クラーラもみんなを守りたい。ほんの気持ちよ、気にしないで。ケン、キエンのこと私に続け。おやすみ。怖くない。殲滅開始。気だらけ。タッチ、キル。悪い国、宝剣たち行け。剣、キエンのごとし。勇気を出さなきゃ。大変な道のりでしたね。尻尾の毛もかなり抜けちゃいました。私の綺麗な尻尾が。想定外の出来事の連続ではありましたが、なんとかなりました。皆様、これが私の行っていた船ですよ。心配しないでください。節都市として精査の操作は必ず身につけなければいけないスキルですので。心配なんてしてなかったけど、彼女の自信満々な姿を見たら逆に不安になってきた。しっかり座っていてくださいね。出発しますよ。では、私が天白氏を代表して挨拶させていただきますね。皆様、聖査会へようこそ。ラフ泉州の空域、航行、貿易に関することはすべて六氏からなる天白氏が行っています。さすが、なんちゃら都市。そういう話をしてると、なんだかすごいオーラがあるね。いえいえ、私はここを訪れる商人をお迎えするのが仕事ですから。こういうかしこまった場面では必ず何か言う必要があるんですよ。とにかくここまで来れば安全です。本来なら皆様を案内すべきなのですが、現在は非常時。まずは四神宮に行き、玉空様に皆様の来訪を報告します。四神宮？見えますか？ここで最も高い建物です。あそこが天白氏の本部となります。早速行きましょう。あら、急いでいませんよ。ただ玉空様に責められたら、私はその責任を負いきれませんから。なんで怖がるの？優しい人だって言ってたよね。六氏に謁見するのなら準備が必要だ。テウンさん、俺たちに逃げる気はない。先に報告に行ってくれないか。俺たちは後から向かい、四神宮の入り口で待っているよ。わかりました。
帝雲さんのペースについていけずに俺が置いていかれるとは。暇な時間が長すぎたせいか、今のうちに一息つこう。これがゆっくりできる最後の時間だろうからな。狡猾というほどではないが、彼女は常に利益になるかどうかを優先して考えているようだ。正体不明の不審者に遭遇したら警戒するのは賢明な判断と言える。その後の慌ただしさは、彼女は責任を取ることを恐れ、俺たちを早く上層部に任せようと考えたからだろう。何も敵対するわけじゃない、安心しろ。俺たちに後ろめたいことはないんだ。何も怖がる必要はない。ベロブルグでもうちらに後ろめたいところはなかったよ。少し落ち着け。前もって注意しておくが、これから越見だ。気を緩めず真面目に受け答えするんだぞ。ようおじちゃんは今回の越見でベロブルグの時みたいなことを繰り返さないか心配してるの？それはない。先週同盟はそんな無礼なことをしないだろう。だが玉空という人物は俺たちに多くのことを問うはず。なぜ俺たちがこのタイミングで泉州に来たのか、俺たちはどうやって性格を知ったのか、誰が俺たちに情報を提供したのか、返答に気をつけなければ警戒心や敵意を持たれてしまうはずだ。行動するのがかなり難しくなってしまう。やばいね。うちも彼女も口がうまい方じゃないし、気を抜いたら間違ったことを言っちゃいそう。案ずるより有無が易しだ。心配するな。受け答えは俺がしよう。早いのですね。玉空様が四神宮で皆様を待っています。あんたは来ないの？私はもう報告を終えたので遠慮しておきますね。かしこまりました。被害データを軽減将軍に報告してから大牧師の人間を呼んできなさい。これほどの騒ぎ、知らないふりはさせない。請求列車の旅人たち、ようこそ。そなたらの来意はすでに帝雲から聞いた。本来なら旅人と接見するのは私の職務ではないけど、性格の存在を知りラフに協力すると言ったと聞く。
ならば当然皆さんとお会いして直接伝えるのが筋であろう。謝絶の言葉を。たかが性格、同盟がすでにそれを知ったのであればいずれ対処法も生じるでしょう。泉州は8000年も空を駆けてきた。存亡の危機などとうに見慣れたこと。眼下の災いは凄まじい勢いであるが、私たちには解決する余力がある。よそ者の力を借りるには及ばない。皆さんは遠路はるばる来られた客人の身分。当然この事件に介入する筋合いもない。私の言葉がお分かりで？現在の状況を見ると性格の影響は完全に侵入していない。一刻も早くその位置を特定し制御すれば、侵食された空間も侵占された人も元に戻る可能性がある。俺たちはかつて性格の災いを止めた。今回も皆さんの力になるべく尋ねたまで。分かりやすく伝えたと思ったのに。これは泉州同盟の事情よ。請求列車の手を煩わせるつもりはない。敬意を示そうと私自ら皆さんと接見し、最終的な結論を伝えることにしたの。この結論が覆ることはないわ。しかし。もういいってよ、おじちゃん。同盟が自分たちで解決できるならうちらも手間が省けてよかったじゃん。もう行こう。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。は？さすがにひどいんじゃない？ラフで性格が発見されたのはたった数日前。現在制作会は全面的に封鎖され、誰一人離れられない状況にあるわ。ここで起きた全てのことが性格によるものだとは言い切れないでしょ。精査会の入室記録を見た結果、数日前にシステムをハッキングし玉海門を開け、ある感染が入港したことが分かったわ。そう、つまりあなたたち請求列車のことよ。そしてシステムをハッキングした人物はかなりの凄腕のようね。まるで挑発するかのようにわざわざ自分のマークを残していたわ。性格ハンターの一員、銀狼のマークをね。これについてどう説明してくれるのかしら。この謎が解けるまで天白市にいてもらうわ。よく、そう怖い顔するな。銀河中に知られたら泉州同盟は客人への扱いが粗雑だと現れてしまう。将軍様。請求列車が性格ハンターと手を組むわけないだろう。ライバルなんだから。皆さんの面会を邪魔してすまない。私はラフの運気将軍ケーゲン。将軍様、これはラフ内部の事情。ふむふむ、内部の事情。私は舵取りの意見に賛成だ。悪いが列車の諸君、ラフに性格が存在するのは確かだが、諸君の行為は断らせてもらう。これは泉州の問題、泉州自身で解決するしかない。しかしこうやって訪ねてきたのだ。手ぶらで帰らせるわけにもいかない。性格の件は列車の協力を拒否させていただくが、別件で頼みがある。さあこちらへ。請求列車か。以前よりその名を聞き
朝見を抱いていた。今日この目で見ることができるとは後人の至りだ。将軍様のご尊命はかねてより伺っていた。それで頼み事とは？ああ、諸君でなければならないことでね。数日前、泉州の用地に飛び込んできた性格ハンターを捕まえた。名はジン。そいつを審問するとき、大牧師、つまり泉州の情報データを推断し解析する部門が、泉州に潜んでいたその仲間カフカの通信を傍受した。そしてその時の通信対象が、諸君と性格ハンターの間柄なら私も多少耳にしたことがある。大牧師は君たちが手を組んでいると判断したが、ありえないと私は言った。列車が義にあふれし者たちである美名は銀河に広がっている。あんな雑敗と関係を持つはずもないだろ。だからその通信は性格ハンターが弄した愚かな策に違いない。性格の災いであれば泉州には解決策がある。しかし完全に沈めるには時間と運気軍の戦力が必要だ。カフカという存在が泉州に潜んでいる今、放っておくわけにはいかない。性格ハンターがわざわざ列車をラフへ誘導したのであれば渡りに船。この将軍の身分を使って諸君が泉州で自由に行動できる権限を与えよう。姿をくらませているカフカを誘い出し、必ず捕らえてほしい。そうすれば性格ハンターに着せられた濡れ衣を晴らすことができよう。そして奴らが泉州に潜入した目的と性格との関連も明かされる。列車の諸君にとってもいい取引だと思わないかい？うん、君はどう思う？これで性格ハンターが捕まるなら、泉州は諸君に借りができたのと同じこと。そちらが誠意を見せたからにはラフも誠意を持って答えねば。いいだろう。素晴らしい。では決まりだ。すぐにでも玉空に告げ、情報を共有して精鋭を回すよう伝えておく。きっと捜査に役立つ。泉州に滞在する間、天白市や運気軍の協力が必要になったら遠慮せずに行ってくれ。君のことは知っている。先週は請求列車にずっと注目してたからね。ジンはカンパニーに指名手配されているだけでなく、先週の重罪人でもある。すまないが彼の情報を提供することはできない。現在知られている性格ハンターは5名。リーダーのエリオ以外、大まかな行動はカフカが主導している。大牧師が暗号通信を捉えていなければもっと長く影に隠れていただろう。性格ハンターを捕まえたら私たちに渡してほしい。ああ、通常の手ならな。だが大牧師には独自の方法がある。誤解しないでくれ。泉州は犯人を拷問したりしない。尋問には
必ずしも暴力が必要なわけじゃないからね。とにかくその後はお任せを。手に入れた情報は余すことなく皆さんに共有すると約束しよう。ことがうまく進み、時間が空いたらぜひ宇宙で見聞きしたさまざまなことを教えてほしい。私はジムに追われて何年も遠出をしてないから。しばらく消息を絶っていた列車が再び星々をかけ軌道に戻ったと知り、誠に心が躍るよ。私は他に用事があるため先に失礼する。では。将軍様のご命令であれば天白氏は全力で協力するわ。性格ハンターの調査は皆さんに任せることにする。星槎界各所の通行証をまとめて発行しよう。これがあれば行動がしやすくなるはず。人員は各空港がメンテナンス中の今、どこも人手不足の状態なの。しばらくは帝運に皆さんの面倒を見るよう伝えたわ。軽減か。ただものではないようだな。怪しいまではいかないが、どこか違和感を覚える。そうだ、怪しいといえばわずかではあるものの、故意にジンの情報を流してきた。運気軍が性格ハンターを捕らえたというのなら、それを手がかりにカフカの居場所を特定すればよいものを、どうしてわざわざ俺たちに誘い出させるんだ。よそ者が性格の件に関わるのを避けるのに、性格ハンターのことについては寛大だ。そう、俺が思いつく理由は一つ。ジンの逮捕の真偽がどちらであれ、少なくとも今の彼は泉州の手から逃れている。そして性格ハンターを誘い出せるのはカフカとつながりのある俺たちだけ。だからケーゲンは遠回しに援助を求めてきた。ジンの逃走を知られては困るからな。もしこの仮説が正しければ、俺たちは一歩事件の核心に近づいたとも言える。ケーゲンは一体どんな情報をつかんで何を隠しているのだろうか。軽減将軍についてどう思う？顔のことじゃなくて、まあ確かに悪くないけども、ただ玉空より話しやすいよね。だから将軍になれるんだと思う。舵取りの誰かさんとは違ってね、人当たりの良さの差だよ。さタイボク殿、私と彼らの話を聞いてただろう。君の考えは？考え？天理は明白だが人心は奥深い。あの者らの来意が吉か凶か占って差し上げましょうか。それは結構。請求列車はこのことと無関係だ。私が保証しよう。我々もその来意を深掘りする必要はない。餌で魚が釣れればそれで十分。それ私の提案でしたよね将軍。そうそう、
フゲンドロの知恵は実に心強い。今後も頼みましたよ。ならば早く座を譲ってもらいたいものです。それはまだ早い。万が一変数が生じたら、将軍の私が責任を負わねばならない。すべてを手放してフゲンドロを基地にさらすわけにはいかないからね。一刻も早く性格ハンターを私に渡していれば、こんな面倒なことにはなりませんでしたのに。一体どういうおつもりで？ケーゲン、まさかわざと逃がしたのです？私が？フゲン殿のように未来を占うことのできない私がかい？これは運気軍の怠慢が原因であり、私の責任だ。分かってますわ。先週の雑務に追われ、さぞかし疲れているのでしょう。この私が下で支えていなかったら。そういえば、次の録音会議では、今度こそ私を次期将軍に推薦する約束を果たしてもらいますから。はいはい、了解了解。私は別の用事があるからここで失礼する。あとは才に恵まれたフゲンドロに任せた。先週の厄介ごと、机の上の公文書、花壇の雑草、この三つはどう力を尽くしても綺麗にならない。将軍、大木が将軍の座に就こうとしているのは誰もが知ってること。彼女は才能を持っているが、もっと心を磨く必要がある。そのまっすぐな気質が磨き直された日には、私も引退を考えよう。性格のことなら面倒くさいも何もない。逃げたならもう一度捕まえればいいだけの話。将軍が命ずれば僕が今にでも奴を追うけど。元凶よ、何かをなそうと焦る気持ちはよくわかる。だが今ではない。剣士の名が欲しいのだろう。下手に動いて交戦するのは避けるべきだ。特に重罪人相手とはね。将軍は僕があの陣に負けるとでも？そう躍起にならないでくれ。我慢してほしい。先週の平和を維持するのは剣術とは違う。計画通り順を追って進めてこそ生を成す。それに裏で動いているものもまだ明らかになっていない。疑問は一つ。それが解き明かされるまで棋局は今のまま維持させる。そしてその疑問こそ性格だ。どのようにして天白氏の審査と大木氏の推定を避け、どこに置かれたのか。一番手っ取り早いのは二人の性格ハンターを捕まえて大木のところに送ることなんじゃないか。この件はすでに列車の客人に託した。焦ることはない。ことの最後には君の手が必要になる。君は私が最も信頼する人物だからね。君にしか託せないことがある。よく聞いてくれ。まったく私がいけないんだ。若いのを家に閉じ込めすぎた。何かをやらかしてもおかしくない。箱の中の三尺水、いつに方々を試さん。でも今回はその揚々とした息がくじかれるだろう。
宮様からまた皆様の面倒を見るようにと託されました。どうやら恩人様たちとは深い縁があるようです。天博士がイーチェン各社に最高の部屋を用意しております。どういたしまして。次にまた玉空様にお会いしたとき、私の美言をいくつか言ってくだされば慰めになります。働く運命には慣れていますので。社の看板を見た途端、睡魔が押し寄せてきたよ。結構慌ただしくしてた割にまだ日が暮れてないんだね。四神宮でかなりの時間を過ごしたと思ったのに。さっきだってあの玉空様がしかめ面をした瞬間、隣の兵士たちが飛びかかってきて、うちらを牢屋に入れるんじゃないかと思ったよ。大物と交渉するのってモンスター退治よりも疲れるんだね。あ、別に玉空様の悪口を言ってるわけじゃな。ご安心ください。私は告げ口をするような人ではありませんので。ですが部下として使える人のために弁明させてください。ラフの至るところに危機が潜んでいる今、天白氏を率いて泉州の関門を背負っていらっしゃる玉空様が警戒を強めるのは当然の義務。プライベートな場所でしたらあの老大臣もそう堅苦しく接することはなかったでしょう。あの老大臣は昔、泉州の雲気軍飛行士の中でも傑物であったそうです。炎のような性格と一流の腕前を持ち、冗談もお好きだったとか。ただ年月が経ち、凄腕の飛行士はその短気な性格を抑え、一師を率いることになった。全ての面倒ごとを完璧に片付ける方になったのです。ほら、今こうやって私が皆さんを各社に招き、快適に過ごせるよう手配したのも玉空様の命でしょ。先週はおもてなしの礼を欠いてはいません。そういえば玉空様はこうもおっしゃっていました。好きなものや食べたいものがあれば直接オーナーさんに言ってくれていいと。すべて天白氏のつけに回しますので。あんたが先に言ってよ。こほん、ここまで熱くもてなされるなんて、その行為に甘えてちゃんと楽しまないと逆に失礼なんじゃないかなね、ようおじちゃん。いや、俺たちは依頼に専念しよう。前回玉空舵取りが俺たちの介入を拒んでいたのは、カフカの居場所に心当たりがあるからなんじゃないか。ご明察。犯人はとても賢い。周波数バンドを暗号化する以外にも通信時間を程よく調整し、具体的な位置を把握できないようにしていました。ですがそれでも大牧師に尻尾をつかまれた。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。彼女の言葉に惑わされてはいけません。おそらく何らかの装置が動作している音かと。この手がかりさえあれば今の状況もって何も変わらないよね。先週はスターシップだし、この音もありきたりなものでしょ。
美月様、確かに一般の方にとってはありきたりかもしれません。ですが設備のメンテナンスを担当する構造士であれば話は変わってきます。彼らにとって機械が動作する音は曲の旋律のようにどれも異なるのです。そこで将軍様が職人を呼んで判別させました。その結果カフカの後ろで響いていたのは海水溝の造船施設だと判明しています。皆様、今はどうかゆっくりお休みください。準備が整い次第賊を捕まえに行きましょう。その時はぜひ皆様の腕前をお見せしてくださいね。今は少し休憩しよう。性格ハンターのカフカを追撃するのは大変な戦いになるだろうからな。そうだ、列車に無事を報告しよっか。特に炭鉱に今何してるのか聞いてみよう。そんでこっちはめっちゃ楽しいよって伝えるの。30分もそこでぼーっとしてるけど、そんなに不安なのかしら。珍しいわね。あの子たちが心配なんでしょ。でもベルトもいるし安心していいと思うわよ。うん。姫子さん、性格ハンターの遠距離通信を保存していたと思うが、見せてもらえるか。あ、もちろん。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。はあ、性格ハンター何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになる。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。待った。彼を知っているの？先週は危険だ。この者は、この者は、こいつが泉州にいる限り、みんな、ベルトさんや美月、そして彼女、全員が危ない。しかし、彼は、炭鉱が逃げようとしているものに関係しているのね。あいつらを放っておくわけにはいかない。だが、俺が背負っている荷に、皆を巻き込むわけには。誰だって重荷の一つや二つ背負っているわ。美月ちゃんを見てごらんなさい。何も覚えていなくても肩に重くのしかかってる。私たちは見えない運命の道を歩んでるの。見たもの、聞いたもの、開拓したもの、これら全てが背負うべき荷であり進む力なのよ。あれこれ考えすぎるのはやめましょう。炭鉱、ルールによれば列車が停車するのは標準日で7日間。その間乗客は自由に自分の時間を分配できるわ。列車はパムと私がいれば十分だから、やりたいことがあるならやっておきなさい。後になって悔しがるよりマシよ。それにことを済ませたらまた列車に戻ってみんなと一緒に旅をする。そうでしょ。
送信失敗。ネットワークが制限されているようだが、一部の機能は正常に働いている。どういうことだ。俺が離れた時と何も変わっていない。記憶の中のラフ。ちゃんとおとなしくしててね。人助けはプロに任せてちょうだい。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、移動天元剣、超無一角。これなら遠慮不要だね。これはこの来節のために頑張っているというのに、おとなしくしているわけにもいかないだろう。下手に動くな。思い知らせてあげる。くらえ、魔法を撃てよ。問題はない。天使を授けん。めっちゃいい人。次ないたまえ。これなら遠慮不要だね。私は雲気軍の師匠。先週妖精から派遣されてきたばかりなの。おとなしくしててねって言ったのに、あんた刃物が見えなかったの？怪我でもしたらどうするつもり？あのまま僕がじっとしていたら君が傷つくことになっていた。は？もともと雲気軍はあんたたちを守るための存在だよ。さ、この辺りはもう戒厳令が敷かれてる。私もちょうど一般人を避難させてるところなの。ついてきて。安全なところまで案内するから。そういえばなかなかの運気喪失だったね。どこの隊？そっか、じゃああんたも一般人だね。ならついてきて。お嬢さん、先週で何があったんだい？今まで行商してきて聖査会がこんな風になったのを初めて見たが。それは言えない。というより私は一般人の救助を命じられただけだから、
正直知らないんだ。とにかくついてきて。それからそっちの無口な人、あんた名前は？登録する必要があるんだけど、空欄ってわけにはいかないでしょ。俺はタンコ。ここには旅行で来ていて、これから友人たちと合流する予定なんだ。申し出には感謝するが、俺は一人で港を出られるから必要ない。ダメダメ、こんな状況じゃ星槎会には誰もいないって。あんたの友人たちも無事ならきっと今頃安全なところにいるはずよ。心配せず私についてきて。目的地に着けばきっと会えるから。僕の名前は聞かなくていいのかい？さっきの戦いで自己紹介したでしょ。ラセツね、ちゃんと覚えてるわよ。それじゃあ出発よ。ちゃんとついてきなさいよ。運気軍師匠がみんなの身の安全を保証するから。後で二人とも紙に名前を書いてくれないかな。あんまり字を知らなくてさ、書き間違えたらいけないし。送信失敗？どういうこと？長距離通信技術はまだ未熟だ。正確に信号を妨害されているのかもしれない。いやでも他の機能はまだちゃんと使えるよ。ほら。ならば誰かが細工をしたんだろう。カフカがいる以上、あの性格ハンターのハッカーお嬢さんの仕業かもしれない。昔は金銭各社じゃなかったのよ。